こんにちは、アニテル HR アカデミアの真鍋でございます。本日は前回に引き続きですね、豊臣秀吉の PDCA を題してお話をしたいと思います。まあ PDCA だけではなくですね、秀吉が信長の後を継いだ後、どんなスローガンとどんな戦略戦術を使いながら組織をね大きくしていったのかってお話をしたいというふうに思います。まずですね、秀吉が特徴的な PDCA のやり方というのがあります。豊臣秀吉という人はですね、まあ人の使い方がめちゃくちゃうまかったと、いろんなものにその記録が残ってるんですが、代表的なものはですね、マルチタスクをさせないということです。細かくタスクを分けて、そのタスクをやる人はそれの専門にさせるというやり方をしていきます。例えば石を切り出すって言ったら切り出すことだけ、お金の勘定をする人がいたらその勘定をすることだけというように、タスクを本当に細かく細分化していくっていうことを徹底することが秀吉の特徴的なものです。これはですね、何がいいかというと、信長なんかは逆に言うとね、マルチタスク型の人なんです。ウーダーループができる人っていうのは基本的に能力の高いマルチタスク可能型の人なので、常にその都度その都度いろんな判断をしながら複合的に動ける。だから人数少なくてもそれが可能になるわけですが、そこには意欲と能力が組み合わさないとそういう人物がないと。だから信長は人材っていうものを集めるのをものすごく慎重に、そしてものすごく大胆に、能力があったら少々自分に反感を持ってる人間でもどんどん取り入れていくということをしたんですが、秀吉はその逆です。人の人数を増やしていいから誰でもできる、もう極端なことで、どんなに意欲が低い人でも、どんなに能力がない人でもできるまでタスクを絞り込むと。そのタスクが絞り込めれば、それに対するスピードを上げていくっていうことは比較的容易である。他のまあいろんな要素を計算しなくていいので、で管理する人もそのことだけを管理すればいいので、習熟度が早くなる。で習熟度が早くなると、ものすごくそのスピードが上がっていって正確さも増す。彼がですね、籠城戦なんかにめちゃくちゃ強かったり、築城もあっという間にこうとんでもないお城を建てる能力があったというのは、まさにシングルタスクに落とし込むだけの能力があったと。彼の下に働く人たちっていうのは原則的に徹底的にこのシングルタスクができる、いわゆる土木型の建築型の能力が高い。まあ有名なのは石田三成ですけども、石田三成と仲が悪かった加藤清正も同様にですね、この城を作ったり土木工事に関してはもう抜群の能力がある。でこれなぜ抜群の能力があるかというと、彼らの能力が高いというよりは、そういう仕組みを秀吉が作り上げた、その仕組みを受け継いでいるので再現性が極めて高いということが特徴にあるというふうに思われます。このシングルタスクにかかってくるのは人数たくさんいるんですけども、スピードが上がるんで、成長スピードが上がれば人をたくさん取り入れてもそこが賄えるというような考え方です。でそれの意欲を一番掴んでいるのがお金というか、当時の農業的なものではなくて、お金というのはすぐに相手に報酬を与えられるので、その報酬に対する意欲っていうのが湧きますから、これがスピードを上げる側面になると。でこれは秀吉がですね、信長から引き継いだ、いわゆる貨幣経済というか貿易経済ということがベースになっていきます。で秀吉はですね、本能寺の変の後、信長の事業を後に継ごうとした時に、まず一番大きな彼のハードルっていうのは織田家です。織田カンパニーって考えた時に、秀吉はですね、信長の仇は取ったとはいえ、織田カンパニーの中でいうと末席取締役なわけですよ。筆頭家老、いわゆる専務とか常務とかっていう位置には柴田勝家がいますし、息子たちはいますから二代目社長もいるわけです。だから彼がそのまま織田家の中で社長になるっていうのは結構無理がある。そうすると彼はですね、ここで考えたのは、織田カンパニーは織田カンパニーで今まで通りやって、私は末席の取締役でもいいですけども、この日本を統一して平和にするという大きな目的ができましたと。でその目的に関しては、私は織田カンパニーではなくて、当時は羽柴秀吉ね、羽柴秀吉として朝廷から国から委託を受けてこの大事業に乗り出しますというふうにこうすり替えたわけですね。だから織田カンパニーの事業をそのまま乗っ取って国の事業に変えて、で自分は国の権威を持ってそれを担うということです。そうすると織田カンパニーを引き継がないけど事業が引き継ぐっていう形、その時に天下統一という新しいスローガンを大きく打ち出すことになります。信長が天下統一をしたというふうに皆さんが勘違いするのは、この織田カンパニーと事業の切り分けを秀吉がしようとした時に、天下統一という新しいスローガンを秀吉が出したことが、まあ、まるで信長から引き継がれたように映ったんですが、これは明らかに秀吉が力を織田カンパニーから引き継ぐために行ったということに他なりません。
秀吉はですね、まあ、お金に関しては海外貿易を中心にしながらやっていくんですけども、彼はやっぱり PDCA 的な発想がすごく強いんで、彼のやったことの非常に大きなのは、例えば刀狩りであったり太閤検地っていうものです。刀狩りっていうのは、いわゆる農業をする人は農業だけしましょう、宗教をする人は宗教だけしましょう、武器はいらないよねと、まあ、武器を奪うことによって、まあ、反乱を防ぐっていうのは一つありますけども、秀吉の考え方からするとシングルタスクに落とし込んだ方が成長しやすいわけですよ。だからなるだけ職業を分けた方が国の発展はしやすいという考え方です。これはそのまま江戸幕府に受け継がれ、江戸の大きな発展、後に明治維新の時にですね、日本がわずか50年で欧米列強に次ぐ文明を吸収できたのは、この時のシングルタスク型の考え方にあります。ただ秀吉の次の問題が出ます。つまり天下統一というスローガンが、まあ、彼の時代に成し遂げられてしまったわけですね。成し遂げられてしまった後、秀吉はもう一回スローガンを作らなければいけなかったんですけども、彼の下に集まってくる人たちは、彼が仕事をなすと報酬を与えてくれるから彼のところに集まっている。成長がないとですね、彼の手元にいる必要がないわけですよ。なので秀吉は成長スピードから安定への転換を図るというところに労力を割くよりも、そのまま外にエネルギーを向ける、特に貿易をベースにする考え方をしていると、もうおのずから海外に向いていくしかないというような発想になっていきます。つまり際限なき成長意欲、これがまあ朝鮮出兵みたいな話になっていって、ここがうまくいかなかった、でこれが秀吉にとっても大きな失点になっていくということになります。ただその発想の転換というか、その計画性の高さ、スローガンの置き換え、こういう視点は今の我々の現代から考えても非常に学べるところがあるというふうに思います。で彼のそのほとんどの事業をきちっと受け継いだのが徳川家康という人物になります。家康はウーダ的思考と PDCA 的思考を一人で取り入れた特殊な人物なんですけども、次回はですね、新たな家康が当たった戦略、戦術、スローガン、 PDCA とウーダをどういう風にして使ったのかっていうのをお話をしていきたいと思うんですが、ここで一つ皆さんに問題でございます。皆さんのお仕事をですね、極端にシングルタスクまで落とし込むといくつ仕事できるでしょうか。どれだけ落とし込めるかっていうところがポイントです。だいたい皆さん途中で面倒くさくなるんですけど、秀吉がやっぱり異常性があるのは、本当にシングルタスクまで落とし込めるっていう際限なき細分化の能力です。なのでちょっと皆さん、一度皆さんのお仕事をですね、全部一個一個シングルタスクにするまで落とし込んでみてください。それではですね、本日の講義はここまでにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。またお会いしましょう。それではさようなら。